はい、こんにちは。こんにちは。今日はみんなでナノブロックを作ります。お兄ちゃんが作るのはアコースティックギターです。難易度は2です。やってみよう。全部で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で完成だね、よし、じゃあ1から順にやってみよう。はい、1工程目ができました。じゃあ次2工程目ね。はい、2工程目もできちゃいました。はい、すぐできました。じゃあ次3工程目。あ、ここから大変なんじゃない、うん、おい、3工程目ができました。早いね、割と簡単。じゃあ次これだね、はい、もう4工程目できちゃいました、はい、これ早いな。30秒くらいでできた。だってこれ3段しかないもん。じゃあもうなんか同じようにどんどん上に、もうどん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 ここまでやっちゃいなよ。じゃあ7まで一気に、うん、やっちゃえ。はい、7までできましたね。だいぶギターっぽくなってきたね、形がもうね、この中が空洞になってるね。ちゃんと空洞になってるね。あ、これも一気にいけちゃうね。完成のギリギリまで、うん、完成までやっちゃえ。よし、やっちゃおう。ガシン、あ、いいね、もうちょいだね。はい、アコースティックギター最後のパーツドッキングです。イエーイ、おー、できた、完成、イエーイ。じゃあなんか歌ってみっか。いいね、ギターもう一回見せて。はい、アコースティックギター完成しました。すごいね、ちゃんとこれギターの形になってるしさ、うん、どうだった、作ってみて。これちょっと、うん、なんか同じような部分が多くて分かりにくかったけど、うん、そんなにでも難しくはなかったでしょ、うん、割と途中作るの早かったもんね、うんうん、どの辺が分かりづらかった。 この穴の開くこの辺だね、うん、あとは同じようなやつがつながってるから、はい、ということでアコースティックギターでした。余ったパーツでプリンが作れました。